3号艇池永太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ準優勝戦進入どうなるかなという話もありましたけど、スタート展示と変わってきましたけども、あれはそうですね、自分の足を考えたときにあそこの位置が一番活かせるかなと思ってそこを選びました。バッチリハマりましたね。そうですね、はい、しっかりいけました、はい、さあその自分の足どんな足ですか。そうですね、伸び中心にいいんですけど出足はそんな怪しいんですけどね、伸びがいいんで、はい、はい、角になったら威力を発揮するような足です。はい、角になったらということですが、明日は3号艇ですが、そのあたりは。そうですね、前付け来るような選手もいるんで、はい、その辺は明日の、エンジンと相談しながら決めようと思います。はい、明日は何か作業っていうのは考えていらっしゃいますか。もうプロペラだけで気温といろいろ見てそれで微調整程度でいいと思います。はい、スタートタイミングいかがでしょう。準優勝戦は勘通りでしたか。そうですね、はい、勘通りに行けました。はい、明日も勘通り行けそう。そうですね、行くつもりで行きますんで、はい、はい、分かりました。それでは最後にファンの方に一言お願いします。せっかく乗れたんで、一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。